FQTV。 どうも BFQ でーす。本日は、すぐるというダンサーのイベントをホテルスイーツにお邪魔しております。まずこのご協力していただいて本当にありがとうございます。この楽屋まで貸していただいて、そこでですね、今日はある企画をご用意しました。大掛かりな企画でございます。題して BFQ 健介がホテルスイーツのイベントに潜入してみたー。説明しますね。わかんないですよね。マニーがですね、本日このイベントにナンバー出店としてイベントに出演しております。で、そちらのイベントに、お邪魔して、マニア、自分がその変装をします。これからその変装してマニーがどこまで、僕が何かをしても、バレないかというのをですね、本日検証してみたいと思います。この後に、タクヤとジュンが、来て、モニタリングしていただきながら、僕のその、動線だったりとかね、いろいろ動いてマニーにいろいろ仕掛けたりするので、そちらを見ていただきたいと思っております。ドキドキハラハラと思いますが、僕もこれから、ちょっとスタンバイして頑張りますので、よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。佐藤ブルーブラップラケット321ドン。大丈夫かなこれ。後ろ一回行ってみましょう。遊んでますね後ろ。渋谷にいる人なんだよなこれ。ギャルを、おお、大丈夫大丈夫。歩き方とか普段とちょっと変えた方がいいと思いますよ。うん、そうそうそう。扉閉めました。あの扉閉めました。あ、はい、2部始まるんで。マジで全然バレてない。生徒にもバレてない。はい、待ってましたよ。もう待ってたよ。11時から俺入ってたよ。これどここれ。拓哉の指示通りで僕やりますんで。じゃあ何でもやってくれってこと。やるんでもやりますよ。本当、うん、じゃあもう今日あれかもね、終わる頃には服ないかも。脱ぐってこと。ということで早速やってみたいと思います、はい、お願いします。はい、はい、じゃあちょっと頑張ってもらって、行ってきます。はい、そうね、歩き方から変えていこうね。うん、歩き方ね。うん、了解。怖い怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。チケット手伝ってもいいですか。はい、検温、はい、わかりました。僕検温します、これから。あー怖いな。検温お願いします。検温お願いしますじゃねえ。やばい。はい、大丈夫です。手お願いします。笑ってんだよ、笑いながら言うの。はい、どうぞ。笑わせないで、笑わせないで。OKOK。 はい、検温ね。ここからじゃあ健介をいじり倒していくことね。そう、じゃあどうしようかな。全然検温がさ、すごいなんかあのバイブスが足りないな。バイブスが足りない。うん、あのなんか検温がバイブスないからさ、トゥエルしてから検温してもらっていい。検温トゥエルするとこ映して、カメラカメラ映して、トゥエルするとこ映してあげて。ちっちゃいな、トゥエル。はい、こちらです。はい、こちらです。検温します。微妙にしてる。その入り口入る前に段階で人入ってきたら、あの指定的招待者の招待席の皆さん、こちらですって案内してあげて、大きい声で。あ、分かりました。指定的招待席の方はこちらです。そんな言い方じゃダメよ。あの居酒屋でさ、すいませんって言う時あるでしょ。あれでお願い。すいませんって言う時あるでしょ、店員さん呼ぶ。すいません。あれでお願い。指定席、招待席の方はこちらです。あ、こういうことね。うん、指定席とみたいな感じで言って。指定席と招待席の方はこちらです。うん、こんな感じで声
これさ、ケンスケの隣の人はどう思ってるの？あのもう夜の、まあ、ちょっぴり来てくれたね。お疲れ様です。ケケしてます。マニー撮ります。マニーがすれ違っていく、すれ違っていく。マニー撮りました。大丈夫ですか？大丈夫ですか？いや怖いね、ここ怖いね。ケケさんです。ユリもいますよ。ずっといます。今日はずっといます。そろそろ楽屋の中に潜入するか。近づきます。楽屋近づきます。今楽屋の前に来ます。ケンスケ、ケンスケもちょっとさ、フリースタイルしてよ、そこで。なんかあのさ、信号待ちしてる時にさ、はい、たまに踊ってる感じのさ、ちょっとあの、いるじゃん。そういうのちょっとやって、はい、俺もスタッフだけどダンスできんだぜみたいな感じ出してもらっていい？ちょっと俺スタッフだけどダンスできんだぜみたいな。まあこれすげえ痛いな。あ、はい、3階こちらから、あの、そちらです。あ、はい。あ、道案内されました。3階を案内しました。スタッフとしての仕事もちゃんと全うするんですね。はい、3階を今案内しました。いいですね。結構しっかりとケンスケの姿を案内してもらえたら。お願いします。だいぶバレそう。うわっ、おわっ。顔をマニーが捉えたらだいぶバレそう。うわっ、おわっ。めっちゃ怖い。めっちゃ怖くない今？めっちゃ近くに。踊ってます。踊ってるね。なんか今ピアスが落ちたからもわかんないけど拾いました。マニできるだけ近づいていこうと思います。一旦ちょっと通り過ごうと思います。いや危ねえな、これ危ねえぞ。あ、ドア玉だったんだ。ドア玉。業務連絡で、スペシャルショーケースナンバーお願いしますっていう楽屋呼び込みをさせてもらうことになったんで行きます。めっちゃ見てたんだけどさ、めっちゃ面白いよ。絶対笑ってた。せーの、はい頑張って。せーの、はい頑張って。この背中叩くやつもうちょっとテンポ良かったら最後ケンスケ見てもらえた。バレるな、普通に。普通にバレるな。とかだったら最後ケンスケの背中ってバレるわ。さすがにもう、みたいな。これでバレなかったらチームじゃないわ。今次はあの名前を呼ぶミッションなんで今準備します。ケンスケってさ、はい、桑田佳祐のモノマネできるっけ？いや、ちょっと無理やり。あのなんか、ターボーの発音を桑田佳祐風でお願いしていい？ターボーあの、ハラボーみたいな感じでターボーのこと言ってあげて。ターボーマニーこれお願いします。すごい、使われるかな、たぶん。ガッツ悪くて何やってるか全然わかんない。やばい、
緊張してきた。めっちゃ緊張してきた。スペシャルショーケース。さあ、それではホテルスイート。これ。ですけれども、作品としては残すところ3つということになっております。次の素晴らしい作品はこの3人のスペシャルなコラボ作品となっております。こちら。頑張れ。これ。桑田健介頑張れ。ホテルスイート4番目の作品はターボマニーケケおい、しかもちょっと寄せんのやめたろお前今アンパイ行ったろさっきもっとターボとかやってたじゃんホテルスイート4番目の作品はターボマニーケケうーんこだなどう声あーめっちゃ緊張した本当にお疲れはいあ、近く何近くちょっと近く行くすげえ近くにいるじゃん一緒に握手して一緒に握手してケンスケも一緒に握手してしてるぞ。なんでスタッフがそこにいるんだよ。普通いないだろスタッフさんそこに。何してんのこの人ってなっちゃうマジで。いるべき場所じゃないからそこ。ちょっと横通り過ぎてよ。歩き方がケンスケだ。いや本当にいいショーだった。本当にいいショーだった。なんかさっきこっち見た人いたな。腹立つとこにいるなお前。腹立つ場所いるな。これさおもろいわマジで。これはおもろい。あ終わります。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 危ないぞこれ。最後ってめちゃくちゃ思うよ。生で見ると分からんと思うよ。いやすっごい近かった。めっちゃ近かった。すっごい近かった。こっちはもうハラハラっすよ。めちゃくちゃ近かったよ。パッと後ろ見たらもうダメだよね。そう次は呼び込みが完璧なんで、呼び込みやって、最後フィナーレで呼ぶって感じです。ケンスケ、聞こえてる？聞こえてたら、トゥエルロックして。やばいぞ。お、バレたか。あのカッターがあるんだね。うん、これやばい。あ、気づかない。怖え、今の怖え。いきます。スペシャルショーケース4番の方お願いします。さすが。スペシャルショーケースお願いしますって言ったよ。スペシャルショーケースお願いしますって言ったやつが一番後ろからついてくる。お前が案内しなさいよ。お出迎えしましょうか。
今ショーケースの方終わりました。ゼロ距離やん、怖っ。すごっ、まあ、すごいな。なんだっけ、今回のテーマ何ですか。ハレルヤ、自分の殻を破ろう。殻を破りたいんでしょ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファーイブ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファーイブ。これ慎重にいかなきゃだね。そうだよ、ここ大事だよ。ハレルヤ、はい、行きます。MC の楽屋から怪しい人出てる。いや、ビビってた今。怖いよ。ちっちゃいのもびっくりしたよ。びっくりなさい、なんで。隠れて隠れて。ついに今、下手の方にスタンバイしました。この後に出ていきます。ちょっとお疲れ様です。お疲れ様です。もうずっと協力してくれてたんだよ、2人が。あ、スクル君も、はい、本当に、うん、え、一切一切ワーワーやこのフォルム。ちょっと今日見覚えない、見覚えない。ちょっと待って、ない、俺探したんですけど、分かんなかったんですよ。本当にもう2分かんなかったんですよ。え、何キモくない。え、ぐっといた。ほんとに唇ニヤニヤしながら自分の顔見かけたら、これはバレるだろみたいな。マジでその距離感だったよね。え、ずっとっていうのは、その何時以降。11時です。ちょっと、みんなとほぼ一緒ぐらいです。11時間この距離にもいたよね。この距離って、この距離じゃん。ほら、歩けて。え、ジュン君と桜あ、まだ別室で見てます。別室で見てた。なんかしないけど、あの一番いい楽屋を撮ってもらって。すいません、ありがとうございます。マジかよ。カズヤ、あのマニ撮ったやつないから。俺を撮ったからです。え、ちょっと俺の密着やん。でもあまりにも喋りすぎてるんで、密着の動画一本あげます。さすがにもう申し訳ないんで、みんなにも喋ってもらってるし。そうだよ。マジで。関連性が分かんなさすぎて。あの、なんかあったよね、でもね。最後あの振り作ったもん。うん、俺これあの振り作ったもん。お前か。殻破るっていうテーマだから、ね、殻破ろうか。なんか変にガオガオやってますねって言っちゃった。なんかガオガオやってるけど、あんな振りなかったもん。つぶるくんもよく OK したね。実際面白いなと。スタッフ働いてくれるって言ったから。あ、そうそうそう。どういうこと。体温、ちゃんとやってた、ちゃんとやってた。めっちゃ、マジで、はい、マジちゃんとやってた。検温します。あ、そう、キックも取ったもん。いや、行ってみましたわ。目が近ければ覚えてるかも。それは気づいてないの。あの、呼んだのって。え、何あ、気づいてないの。もう、気づいてない。ちょ、今、じゃあ、ジュークが何言ってるのか聞こえない。呼んだんだわ、呼んだんだわ。呼んだんだわ。まあね、じゃないんだ。
この距離なんだ。コールね。コールコールコール。コールした。名前呼んで。カーボーマニーケーケーって言ったら俺だから。え？そう。え、あれナンバー？そうナンバーのコール。始まる前のガナリ。そう。まじゃヤスさんじゃなくて。ヤスさんは途中まで。さあそれでは次行きましょうか。はい、ホテルスイート4番目のナンバーは。でも言い方と違うな。カーボーマニーケーケーって言ったの。いやもうめっちゃケーケー。大成功ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あのこのイベント第2弾もあるということで、そうだね、第2弾もあります。はい、いや、第2弾ホテルスイート8月14日にございます。場所の方は場所はこちら。あ、このですね。ルネ小平でやります。ホテルスイート、皆さんチェックしてください。はい。実はね、あの月給で MC。おお。なるほどね。そうだよ、ね、何言ってるか分かんない。鍵穴のこと。誰も分かんない。もにゃ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 。本当にありがとうございました。ありがとうございました。元気持ってありがとうございます。本当にね。頑張って。協力してくれてありがとうございます。これはどうやって締めたらいいですか。いやもうチャンネル登録、高評価、そしてホテルスイートをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。